ラゴット・ロマニョオロ、略称、ラゴットは、イタリアのエミリア・ロマーニャ州ロマーニャ地方と、サンマリノ共和国が、原産のイタリア圏である。ロマーニョ・ウォータードッグ・ロマーニャ地方東部にある、ポー川の湿地帯に起源を持っています。この名前の由来は、ロマーニャ語、キャンデ・ガット、ウォータードッグを意味する。別名、ロマーニョ・ウォータードッグ、トリュフドッグと呼ばれている。 世界で唯一優れた嗅覚を持つことから、トリュフ採主権としても有名である。ザ・ミーティング・バイ・アンドレア・マンテーニャ・サーカ1 4 7 4 1 6世紀頃に作出された犬種で、もともとは、ウォータードッグとして主人が打ち落とした鳥を水上まで泳いで行って回収する仕事をなっていたが、仕事場であった湿地帯が工作地になって消えてしまうとその仕事を失ってしまい、 絶滅の危機に陥った。しかし、もともと穴掘りが大好きであり、嗅覚が優れていたため、テリアや、プードルなどを荒廃させて、改良を行い、トリュフ狩りに使われるようになり、絶滅の危機を逃れることができた。フシーには1997年の7月に、公認され、イタリアなどに、研修クラブも設立された。現在は、イタリア以外にもスペイン、スウェーデン、 ドイツ、オーストリア、オランダ、フランス、イギリス、ストックホルム、フィンランド、ノルウェー、ロシア、ポーランド、ハンガリー、ギリシャ、クロアチア、トルコ、スロベニア、リトアニア、セルビア、ウクライア、ルーマニア、モンテネグロ、チェコ、スロバキア、レバノン、ハンガリー、シンガポール、カナダ、アメリカ、ブラジル、オーストリア、ニュージーランドなど、世界各地で飼育されていている。 日本ではまだ国内登録がないが、飼育しやすい犬種のため登録される可能性がある。嗅覚が優れている花は、柔らかく、茶色やピンク色。中小サイズで、プロポーションが良い。頑丈で強く、室外飼育も可能で病気になりにくい。毛質は、羊毛のようにカールしており、プードルに似ている。毛が全身を覆い抜けにくく、低アレルゲンである。 定期的にカットする必要がある。毛色は、オフホワイト、茶色の斑点がある白、ロアーの色、茶色が主であり、様々なバリエーションがある。体高は、オス43から49センチメートル、体重は13から16キログラム。メスは41から46センチメートル、体重11から14キログラムの中型犬。尻尾は長く、尾毛も長い。 耳は、垂れ耳で、耳毛があり、外耳炎にかかりやすい。日常的に、自生層が必要。性格は忠実で愛情深く、子供に対しても優しい。また、穴を掘ることや、泳ぐことが大好きである。他の犬とも遊ぶことも好み、比較的外交的な性格である。ありがとうございます。